久留米市出身の小賀健さんが現役高校生の悩みを解決。今週は博多高校からお届けしています。3年生新海伊織さん大好きな彼女と青春の1ページを残すのに苦戦しているようです。デートに行くときに毎回プリクラを誘っているんですけど、恥ずかしがって断られます。自分はプリクラを撮りたいんで、誘い方を教えてほしい。プリクラの誘い方を。彼女がプリクラを撮りたくないのは恥ずかしいから。多分そうだと思う。だってさ、普段こうやって自撮りとかで一緒に写るでしょ。いいんですけど、なんかプリクラやったら恥ずかしがって。なんでよなぜ彼女がプリクラを嫌がるかっていうことに関する詰めが甘いじゃない。なるほど。ちゃんと考えてる。いや、あんまり考えてないでしょなんで俺とのプリクラスマホにの裏に貼ってないのとか、カバーの間に挟んでないのとか、そういうのが嫌。もうはっきり言ってプリクラっていうものはを自分の身につけているものに一切貼りたくない。でもそんなこだわり強そうな性格じゃないですそうか、なるほどね。だからちょっと新海くん側からも情報くれる。ないっすね高校生のね、恋愛の悩み、それはね、やっぱりね、ちゃんと対話が不足してるわけですよ。聞いてほしいことを聞いてあげたりすることの繰り返しによって、話したくなかったことも、あ、じゃあ私これも話すけどっていうことになるかもしれないよ。そうすればあなたのプリクラ解決するかもしれない。相手の気持ちもちょっと考えて、ちょっと理由とかも聞いてみます。